皆さんこんにちは、みさとです。今回訪れた場所は JR 安陽まほろば線の海老駅です。木造の自社風建築の建物ですが、駅は無人駅です。待合室に売店跡のような一角も見えますね。切符売り場も板で塞がれていて、自動券売機がぽつりと置かれています。そして時刻表ですが、朝と夕方は1時間に2本ですが、日中は1時間に1本の運転、かなり少ないです。さてこの駅は、先日動画で紹介しました江戸時代の町並みを残す今井町の最寄り駅でもあります。海老駅近くの見どころは、今井町の他に奥佐観音というお寺もあります。バラ園で有名なお寺で、春と秋にバラ祭りも開催されています。駅前は以前はロータリーでしたが、今はコインパーキングになっています。その駅前をまっすぐ進むと、遠くに近鉄の大和八木駅が見えてきます。歩くと10分はかからないでしょうけど、それなりの距離があります。駅前を少し行くと赤っぽい建物がありますが、これが橿原市の市役所です。駅の近くにレトロな西洋風の建物がありました。1928年建築の旧第68銀行八木支店で、現在はフレンチのレストランになっています。駅の入り口の右側には貴賓室があります。1940年、この駅が建て替えられた時にできたこの部屋、1940年は後期2600年で、神武天皇が即位して紀元2600年ということで、さまざまな祝賀行事が行われたようです。昭和天皇がその年、橿原神宮への行幸の際、貴賓室を利用されました。さてこのような昭和の時代で時間が止まったような海老駅、これからも橿原市の片隅で目立たなくても地域輸送の一翼を担っていくのでしょう。今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。